あの悲しい記憶から10年。東北は多くの方々の努力、そして温かい支援により一歩一歩元気を取り戻してきました。サントリーグループは被災地の早期復興を願い、笑顔と希望をお届けしたいという思いのもと、サントリー東北サンサンプロジェクトを立ち上げ、支援活動を行ってきました。東北サンサンプロジェクトでは、主に岩手県、宮城県、福島県で地域の方々の思いに寄り添いながら、漁業、子どもたち、文化芸術スポーツ、チャレンジドスポーツの4つの分野を中心に様々な取り組みを行ってきました。そのつぼみが今花開いてきています。まあ、この船を活用してなんとか復興をさらに頑張っていこうと、そういう気持ちを新たにしましたね。震災当時、いろんなところに人がバラバラに移り住んでしまっているという状態で、なのでいろんな人が住まれるような場所が欲しいなっていうのを感じてました。僕たちがですね、震災後すぐその音楽を届ける活動をしていたということも皆さんよくやっぱりご存知で、ああうちにも来てくれたんだ、よく来てくださったねっていうような、とても温かい言葉をかけていただけることが多かったです。今後、元の生活に戻れるのかとかっていう不安の方が大きかったんですけれども、世界大会で金メダルを取ることが今の目標になっています。まあ、私たちサントリーグループは何といっても創業精神である利益三分主義のもとに、その社会の皆さんに喜んでもらう、まあ、そういうことを常に考えて、社員一人一人が自分で考えてやってきたな、まあ、そういう思いがあるんです。東日本大震災で大変なご苦労された方々と共に歩んできたこの10年なのかなと。まだまだこの思いは終わっていません。新しいステージに進みたいと思います。10年経った今、ぜひより一層皆さんに寄り添って笑顔たくさんになる、そういう社会をもっと作っていきたい、そう思っています。そこで私たちは新しい活動として未来チャレンジプログラムを立ち上げます。サントリーはこれからも東北の未来を応援してまいります。みんなで命の輝きを目指していこう。私たちサントリーは新たな支援活動を加え、東北の皆様と寄り添える支援を続けていくことで、東北の未来を応援していきます。